All right. All right. 田辺さん。はい。何してるんですか。ああ、ごめんごめん。海外仕様になっちゃってて。あの、ポーカーのトーナメントで、ついに海外に行ってきて。ああ、もう日本はもう完全に制覇者に近いわけやんか。え、日本制覇ですかも。いや、まあ、50万ぐらい使ったからね。まあ、あの、本来また日本のトーナメント出ようと思ったんやけど、たまたま休みを明けてたら、その、韓国で開催する ASPT、その、パラダイスシティってあるやんか。で、その ASPT 中トーナメントが、サミーさんも協賛してて、あと、ジェイソルさんっていう、俺がよう見てるプロポーカープレイヤーの方が、なんか運営に携わってて、ほら、あの人もサミーが契約してるやんか。そうですね。うん。だからまあ、俺もサミーと契約したいし、一発行ってきた。はい。そしたらこうなった。こうなりましたか。うん。いや、すごかったよ、正直。まあ、それはちょっとまだ編集してないと思うんだけど、はい、ちょっと見てほしいね。いやー、あの、寺井、韓国でもかっていう、うん、韓国でもやったかっていうやつやね。うん。いや、韓国でもって言っちゃうと、まためちゃめちゃお金使って帰ってきたんかな。ほな、一発披露したのかな。まあ、もう、まあ、英語ももちろん、オレン、言えるわけやけど。よくやってんよ。よくやってんよ。まあ、韓国語も喋れてしまうっていうね。もう、二日行っただけやで。二泊三日。で、よくやってんよ。それ、なんて言ってるんですか？許してくださいって。韓国で何があったんですか？日本のトーナメントってすっごい難しいんですよ。ええ、やっぱもうなんかまあいろいろね、法律とかあるわけじゃないですか。だからなかなかこう難しいですけど、インマネすんのって。海外はね、これいけちゃいます。上位 15% とかからもう賞金が出るみたいなやつがほとんどなんで、だからもうすごくインマネもしやすいと。あとは寺井のプレイが世界で通用するかどうかっちゅう話ですわ。ああ、なので、皆様ぜひ、寺井一択初海外、一人で海外行きました。はい、そして一人で初めてトーナメント、一体どうなるか。ロサンゼルスよ。オールインの発音カッコつけてましたけど、うん、僕あの動画の最初の素材ちょっとだけ確認したんですけど、寺井さん普通にコールコールって言ってましたよ。結構ね、周り日本人なんやみたいですね。うん、8割ぐらい日本の方で、やっぱこれつけてないと言われへんわ多分、恥ずかしくて。ちょっとワクワクしてたんですよ、寺井さん最初の発声なんて言うんやろなと思って。最初のハンドでエース9入って、うん、コールコールって言ってました。初めての初海外トーナメントのチップ、記念に全部持って帰ろうと思います。ありがとうございました。ほんまにずっとカメラしてくれてますよ。申し訳ないって。いや、全然。あとレシートに、はい、あのテーブル番号とか書いてるんで、それとかも。これか。はい。え、77、ナンバー77やん。すご。今見てる人、このカメラの女誰やと思ってますか？
また寺やってんなみたいななりますって。すいません、あの関係者の方なんで皆さん安心してください。すいません、めちゃくちゃ美人なんで。いや全然、あのほんま韓国で出会った人の中で一番美人です。いや、まあ、仕立てですもんね。はい、24番テーブルの3番シート、だいぶギリギリに参加してるんで、ちょっとね、どっかでもうすぐ勝負せなあかんなって感じだと思うんですけど、頑張りましょう。うちの会社来てくれません？すごい仕事してくれるから。どうしてもらえた。ありがとうございます。
お願いします。お願いします。ちょっと撮らせてもらってますけど、大丈夫ですか。ありがとうございます。来た。横？やりにくいですけど。怖いフリー。かつて世界一に敗れた男です。どうも、ジェトルです。プロみたいです、どうやら。プロの上行く男ですもんね。そうです。スペシャルファイブを倒した。どうですか？初の。はいはい。なんか、あの思ったよりほんまに日本の方多くて。はい、でも、はい、マジでこの効果のことなんか何も考えるぐらい緊張してて、いけるのかな、たどり着けるのか、かんぱまあ、順調にトーナメント走れてて、まあ、アベレージよりかは下なんですけど4万8000点ぐらいかな、アベレージが7万ぐらいかなんで、まあ、一発勝負しないといけないんですけど、まあ、結構生き残れてるんですが、問題が発生しまして、これいつ終わるんですか、 あんま何も知らんとどうですか、出てみたらどうですかって、分かりましたって出てみたんですけど、いつ終わりでいつから賞金もらえるんですか、全然分からなくて、ただポーカーしてるだけ、ちょっとその辺も確認しながら、頑張っていきたいなと思います。絶対に強いから、こうパッと見勝ってるんちゃいますのって思うかもしれませんけど、5枚で役を作るわけじゃないですか、ポーカーって。で、今回の場合エース3399で、相手もエース3399ってことになるんで、引き分けですよね。そのもうなんでこうなるん、これなんで、負けるより難しいから、これ引き分けの困難とかなん、
のプロ、あら、子犬みたいな顔してます今。テーブルドあーで、いいいい、あ、全然大丈夫です。頑張ってください。ファイナルテーブル待ってますよ。よういますね。あと3人飛んだら今ねっていう、なんか勢いで参加したトーナメントで、どこまで来ました。絶対お金めっちゃ欲しいです。これ参加費50万ウォンなんで、50万ウォンの参加費のトーナメントで今までしたら結構もらえるんじゃないかな。現状圧倒的に不利。しかしこちらはダイヤが2枚、フラッシュを完成させればいいだけ、ダイヤをたくさん出せばいいだけ。ダイヤ出ろ。なんじゃこりゃ。そっち。ありがとうございました。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。なんかいい感じの動画なりそうやった。なんか初海外トーナメント、まさかのピンマネみたいなのなかった。もうサムネできとったの頭の中に。めっちゃ笑いますやん。いや、ごめんなさい。人のチャンネルで全然急に全然知らん女がケラ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 笑って、マジで誰やねんってやってますよ。ジェイソルさんとこのなんか会社の人、そうです、ね、はい、よう笑ってくれはる。5万払う価値ありましたわ。よかったです、ね、運命的な出会いやな思って。ありがとうございます、ね、お互い既婚者っていう、はい、やっぱなかなか運命ってうまいこといかないですよね。そうです ね惜しかったですね。何がどうでした僕のプレー。いや、よかったと思う。見てないやろ。ああ全然見てないやろ。あの動画で見ます。ああそうですね。プヘー、あともうちょっとやった。ほんまにやっぱ初対面の女の人がカメラやってくれたんで元気に振る舞ってましたけど、もう何弁当かわからん弁当食べます。はい。まあ、高確率で、肉の弁当やと思います。はい。いやー、韓国初めての飯が、コンビニ弁当か。敗北って感じやな。お？あら？コンビニ弁当でこんな辛いんや。辛ー。
かし安心。我らが日本の大いお茶。大いお茶って韓国にもあるんやね。嬉しいわ。おーい。はあ、あ、梅干しって韓国にも普及してるんや。ねえ、ほら、嬉しい。梅干しめっちゃ好きなんで。なんかの練り物やったわ。絶対梅干しやろこれ。絶対これ梅干しの見た目っすよね。なんかの練り物。これ何これ。なんかの練り物が。何がおもろいね。明日絶対いい真似しよう。